俺たちのジャパンへようこそ。今や日本の有名な日本食として日本国内のみならず世界で抜群な人気を誇る寿司。はじめは外国人から理解を得られにくかった生魚も、最近では海外視点が増えるほど。そんな寿司の起源を皆さんはご存知ですか？これだけ有名なのだから日本発祥だと思っている人がおそらく一番多いのではないでしょうか。しかし実は海外発祥との噂もあるようで、極論を言うと寿司が日本で食べ始められた当時から生きている人はいません。そのため 100% 真実を知る人は存在しないわけですが、その中でも文献などを頼りに推測される現代、今回のエピソードでは寿司の起源をめぐり、日本、韓国、東南アジア、中国、あらゆる憶測が繰り広げられます。すると予想外の結末が待っていて、一体何が起きるのか、どうぞ最後までご覧ください。僕はフランス人の大学生。最近の趣味はインターネット掲示板を見ることなんだ。自分からは発信しないから見る専門だけど、日常では出会えないような様々な国の人の意見を見ることができるから、自分とは異なった環境で育った、異なった価値観を目にすることは僕にとってすごく新鮮で刺激的なものになっている。そんな中でも今日はインターネット掲示板でよく目にする話題について話していこうと思う。それは日本の有名料理、寿司についての話題だ。この話題に僕が食いついたのは、何を隠そう僕が寿司を大好きだから。残念ながら日本へ行ったことがないから、フランスのレストランでしか食べたことがないけど、初めて食べるまでは生魚を食べるの？と不安でいっぱいだったけど、高校生の時に友人と好奇心で行ってみてびっくり。それ以来寿司が大好きになったんだ。だから日本、そして外国人が寿司についてどう思っているのか、それはとても気になったよ。そのスレッドでは、はじめ日本の寿司が美味しかったという話が書かれていたんだけど、次第に寿司の起源についての話に。僕は寿司を美味しいと思っていたものの、起源とか歴史とかそういうものを知ろうとしたことがなかったんだ。だからこの話題を見てすごく興味深かったし、知りたいと思った。起源なんて一つしかないはずなのだから、すぐその疑問は解決すると思ったのに、話は思わぬ方向へ。なんと寿司の起源についていくつかの説で対立が始まったのだ。まず一番多かったのは、日本料理なんだから日本が起源に決まっているじゃんという意見。これは日本人というよりほとんど日本以外の外国人が言っているイメージだ。彼らの主張はいくつかあったけど、一番多く見かけたのは、日本の江戸時代、生魚を使った寿司が食べられるようになったというもの。僕も、日本料理だし日本発祥なんじゃない？と勝手に想像していたから、この主張が一番しっくりきた気がする。だけどこれにすごい勢いで噛みつく人物がいた。書き込み自体は英語だったけど、ユーザー名がハングルであることから韓国人だとすぐ判断できた。そして彼の主張は、みんな誤解している、寿司は韓国発祥なんだというもの。正直韓国に寿司のイメージは一切ない。揚げ物や辛いものの印象が強いから、素材の味を楽しむ寿司とは正反対に思えるくらいだけど、彼があまりに自信たっぷりで言うものだから、そうなの？と信じそうになった。だけどやっぱり日本発祥だというムードが強い中での韓国説は多くの人から噛みつかれていた。そういうこと言う韓国人結構見るけど、ちゃんとした根拠はあるの？と問いかけた人がいて、確かに根拠を差し出されないと信じられる話ではないと思った。そんな韓国人の主張はこうだ。彼の話によると、寿司が韓国発祥であるということは、韓国史にも取り上げられるくらい注目度の高い内容のようで、韓国国内でよく言われているのが、日本は
韓国のキムパプを真似しただけだ、という説らしい。実際にインターネットで調べてみると、確かに韓国紙にはそういう内容が掲載されているようだった。つまり、韓国にもともと寿司のような料理があって、それを日本が真似て有名になったということらしい。キムパプという料理を僕は初めて知ったんだけど、日本でいう海苔巻きのことらしい。調べてみると、寿司屋にあるカルフォルニアロールにも似た丸い形の寿司で、中に野菜や魚が入っている。確かに日本にある海苔巻きとよく似ていることから、日本がキムパプを真似して海苔巻きを作ったというのならまだわかる。でも日本で有名な寿司はご飯の上に刺身が乗っているもので、見た目も具材も全然違う。だからそれが寿司の起源というのは、いまいちピンとこないのだ。さらに他の外国人の主張によって、この韓国人の主張が間違いだったとわかることに。何でもキムパプは、以前、海苔巻きという名で呼ばれていたんだとか。海苔巻きは紛れもなく日本語であることから、キムパプ自体、そもそも海苔巻きだったということの証拠とも言えるだろう。この主張が投稿されるまでは、韓国起源説もあるんだ、と戸惑う空気も流れていたけど、これで一気に韓国人が不利な状況になった。だけど韓国人は負けじと反論をした。寿司に使われているわさびも韓国が発祥なんだぞ。だけどこの主張に関しても根拠と言えるものはなく、原産地は韓国だと言い張っているだけだと言える。しっかり調べると原産地はやっぱり日本だし、韓国人は主張すればするだけどんどん信憑性を失っていったように思う。その空気を感じたのか、韓国人は味方をつけようと、日本はアジアの他の国々が作ったものを、すぐ自分たちのものみたいに言うんだ。僕たちだけじゃない。中国だって迷惑しているよ。と言った。彼が今まで話題に上がっていなかった中国の話を出したから、中国でも寿司起源説があるのか、と思い、調べてみることに。すると驚くことに、中国でも自分たちの寿司を起源とする説があるようだった。でも起源とされる料理は、中国が漢王朝の時代に食べられていた、発酵させた米や魚に火を通した料理らしい。だけど火を通している時点で、日本の寿司とは、また別物なんじゃないかと思ったよ。それから、日本はいつも自分のものみたいに言う、ということに関してだけど、この時の正直な気持ちは、それは今関係ないんじゃないか?というものだった。僕はアジアとは遠く離れたフランス人で、ヨーロッパ以外に出たことがない。だから、日本と韓国や中国の事情はよくわからないし、彼ら韓国人は普段日本人に不満を持っているのかもしれない。でもここは、反日スレッドではないし、案の定、僕と同じように感じている人は多いようだった。その中でも驚いたのが、さっき韓国人の口から出た張本人でもある中国人からの書き込みだ。いや、さすがに寿司の起源は日本だから。てっきり中国人も韓国人の意見に賛成するんだと思っていたものだから、僕は驚いた。おまけに、韓国の方こそきちんとした根拠もないのに自分のものにしようとするのやめた方がいいよ。そうやって自分たちの価値を落としているんだから。中国もそういうところはあるけど、きちんと認める素直さを身につけているから。そういった中国人が添付した中国紙の記事には、韓国が認めない寿司の起源は日本である、と書かれていた。確かに、中国には寿司の起源は中国説があるにもかかわらず、それが間違っているという記事が存在しているのだ。そのことからも、この場では韓国より中国の方が非を認める素直さがあると言えるのかもしれない。根拠があるならまだしも、韓国にも中国にも自国が寿司の起源である、と言い張れるほどの根拠はないのだから。味方だと思っていた中国人に、ここまで反論されてしまった韓国人。さすがに反論もできなかったようなので、寿司の起源は日本、ということで、話がまとまりそうだったとき、新たな説を主張したのは、まさかの日本人だったのだ。みんな、
寿司を日本のものだと思ってくれているけど、元をたどれば東南アジア発祥なんだよ。韓国や中国と同じく、東南アジアにも寿司のイメージを持っていなかった僕。だけど紛れもなく、日本人張本人の主張に僕は目を丸くした。それは他の投稿者たちも同じようで、初めは彼を別の韓国人なんじゃないかと疑うくらいだった。だけど日本人だと名乗る彼の話には、しっかりとした根拠が存在していたのだ。確かに今のような、酢飯に刺身を乗せ、醤油で食べる形式の寿司が食べられるようになったのは、スレッドにも上がっていたように、江戸時代のことらしい。だけど実は、それよりも前から寿司の先祖のようなものが存在していたんだとか。なんとそれは、日本の奈良時代以前、1300年以上前まで遡るそうだ。もともとそれを食べ始めたのは、東南アジアの山岳地帯に暮らす人々。山奥に住んでいる彼らには当時、下山して海で魚を取るというのがとても困難だった。そりゃあそうだよな。現代みたいに車があるわけじゃないし、どれだけの時間と労力がかかるかわからない。そのため彼らは一度海で取った魚を長期間保存しておく方法として、寿司の起源である慣れ寿司を食べ始めたそうだ。慣れ寿司は魚を発酵させて、長期保存を可能にしたもので、火を通さず食べることからも、日本の寿司の先祖とも言えるだろう。東南アジアからどのようなきっかけで日本に渡ったかまでは聞けなかったけど、奈良時代以降、日本でも発酵した寿司を食べていたとか。日本の寿司といえば、今のようなものを想像してしまうけど、もともとは東南アジアと同じく、発酵させたものを使っていたんだ。寿司の起源を日本だと思っていた僕を含め多くの投稿者たちは驚きを隠せなかった。だけど根拠がしっかりあるからその情報を信じられるし、新たな知識を知れて楽しいとさえ思った。根拠もなく自国のものだと言い張る韓国人とは全くの正反対だな。そう思わざるを得なかった。日本料理の代表ともいえる寿司が東南アジア発祥だったなんて意外だ。韓国は本当に関係ないのにね。海外のものを自国のものにしようとするって言葉、韓国にそっくりそのままお返ししたいんだけど。中国も韓国と同じように日本にイチャモンをつける国だと思っていた。少しずつ変わっていっているのかな。発祥は別の国だと認めて、その上でより良いものを作っていく。その日本の姿勢を韓国は見習うべきだ。大事なのは今なんだから。時々発祥で揉めるのは何なんだろうね。当時生きていた人はもういないし、文献で調べるしかできないのがもどかしい。日本人は正々堂々、潔いイメージ。まさに侍って感じ。このスレッドに登場した日本人も発祥が日本じゃないとあっさり認めてかっこよかったね。韓国の寿司なんて全然美味しくないし、あれで発祥地だったらもったいなさすぎるよ。美味しさから言って日本であってほしかったけど、真実は受け入れないと。本来の発酵させたお寿司が東南アジアなのは分かったけど、今のような寿司もあるのかな。だとしたら、発祥地の現在の寿司も食べてみたい。寿司やわさび、他のどんなものにも発祥地はついて回るものだと思います。コメントにもありましたが、発祥当時の様子を知っている人は現在一人もいません。そのため文献を調査するくらいしか、ものの発祥を知る方法はないのです。そう考えると、好きだからこそそのルーツが気になるものではありますが、それを重要視する必要はないと言えます。発祥がどこであるかというよりも、今どれだけ美味しくなるかを研究し、より良いものを作っているのか、それが一番大事なことなのではないでしょうか。日本人はそれが分かっているからこそ、発祥が自国でないことを抵抗なく受け入れられるのかもしれません。
発祥した東南アジアから受け継いだものを自国、現代向けになるように試行錯誤した結果が現在の寿司なのです。そういった姿勢も寿司が国内外問わず人気である理由の一つとも言えるかもしれないですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。また、よかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。